はい、どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。ですね、前回のところから脱出したんですけど、ちょっと撮影機材のトラブルで撮影できてなかったんで、ちょっと続きから。で、あそこを出て行ったらどうなったのかっていうところなんですが、まあ、一直線で、今、教会に向かっているという感じです。戦闘もそこまでほとんどなくという感じですね。ということで、やっていきたいなと思います。そして、教会が怪しいということで、こちらですね。あれのことだな。まあそこにたどり着くと、ただ鍵をね、2つ持っていかないといけないということなんで、今しれっと見えたんだけど、あれがね、問題よね。鍵だね。いやー、まさか撮影できてないとは。これを打つと特に何もなし。できるだけね、危険因子はね。いける。おー、やばいな。鍵だね。たまたま届かなかったって感じ？嘘でしょ。よしよしよし。さあ、これで一つギミックは完了か。戻れないし。こうだね。さあ、しっかり端っこまで行って、よしよし。すげえな。こんなによく飛べるわっていう感じだよね。で、こっち。さあ、金が鳴ったね。また金を両方鳴らすのかな。おお、扉が開いた。なるほど。だよね、多分そんな感じだよね。いや、どっちからでもいけたのか。なるほど。気づかなかったな。
何も難しいこと考えなくてよかったね。あの鎖を断ち切って行くのかと思ってしまった。はい、じゃあ。届くか？危な。超泣いてるね。さすがにここには、うん、あった。これだけか。わっと、こんにちは。マジか、嘘だろ。おい、サリー。なんだ。ローマンとナバロにお前が流したお宝のデマ覚えてるか。ああ、見ろよ、奴らお宝の上に陣取ってるぞ。なんてついてねえんだよ。何かあいつらをどけるトリックが必要だ。よし、来た。トリック一丁すぐ用意する。あと、サリー。なんだ。あいつらがどいたら墓所に来てくれ。だが地下墓地を通ってな。その方が安全だ。了解。どうやって傭兵に気づかれずにここを抜けるかな。次はバレずか。あー結構ね、死ぬ時あっけないからね、このゲームね。切ない。サリバンが逃げた。知恵探せ。上敵。いや、バレずに。あいつらを通すな。まあ、バレましたね。一人なんか強そうなのがいるよね。便利かもな。結果ね、隠れないっていうね。頭を下げろ。よし、終わり。まあ、見つからなければ、多分ここ隠れていけるんだろうね。あ、しまった。もらい。マグナムの弾はね、もらっていかないとね、スナイパーライフル並みに強いからね。よし。やつを倒す。手を離すなよ。すごい勢いで すごい勢いで銃が宙を回ったね。まったく。そんな蹴って宙舞う
結構そこら辺はあれだね、面白いね。昔のゲームやなっていう感じだね。やっぱ隠密ではいけたんだね。お前なら来られると思った。それでさあな、手探りで進んでる感じだ。だがここに何かあるはずだ。これを見ろ、この印何かあるぞ。印ね。聖杯屋、どういう順番だろう。これローマンとナバロも暴れ放題だ。俺と方向を合わせるってことかな。あ、だね、会話ね、今見たら、うん、違う違う。さあ、もう一回転。多分向き合わせるんだろうね。ヘビは横。おい、本当にここでいいのか。もう一度。王冠そのまま、本、怒り。矢が上だね。ああ、もうこれは、この本がないと解けないやつだね。いやーすごいね。本業開始。ほらよ。どんな感じだ。さあね、行き止まりかも。待って、こっちに通路があるみたいだけど違う。何なの。あーくそ、何、どうした。サリー早く戻る、これは罠だ。サリー大丈夫か。サリー無事だ、まだ生きてる。でもケツぶつけちゃったよ。それより図書室へ戻った方がいい。俺たちは別の出口を見つける。これで後戻りはできないな。ええ。さあ、攻防。後戻りができなくなったね。さあ、二人で進むんで多分まだ戦闘は楽になるんじゃないかと思われる。いやー、どっかな。何のための場所なの？お宝を隠すために作った最高の場所だ。いやー、迷宮やね。あ、しかも壊れない。どっちへ行けばいいかしら。よし、進むか。うん、ちょっと待てよ。フランシス教の地図にもローマ数字が書いてある。何か意味があるんだ。2、5、7、5、1だね。こっちから行ってみようか。2の？私がここで見張りをするから、あなたはどうやって渡ればいいか考えて。行き止まりってわけか。いや、そこ行けたね。さあ、もう一度。
クソ、完璧に迷子だ。ん？こっちではないのか？そうだね、やっぱ通れるようになってたらいけるんだけどっていう感じか。あっちか。なんだ今のは。登れそうな感じもあるが、何か役に立ちそうだな。回してみると水車か、なんか仕掛けが。動きそうな気はするが、何かが起きてる。ネイト、あなたがやったの？下では何もかも動き始めてる。あ、本当だね。さあ、これで一旦戻って。始めた。そっち行けるようになったかな。あ、それは違う。そこもあまり意味がないか。どうだろう。意外と数字の2が見当たらないんだよね。これだって、ああだよね、やっぱ落ちたら。うん、とりあえずギミック動いてるから、ここが2、まず2で257だったからね。ここが5を、あとはと戻るか一旦ね。戻る感じだよね。それいけるかな。ふい、うっそー、加速全然しねー。探し切れるかどうかだろうね。6、で5だね。2、サリー聞こえるか。ん、さあダメか。上なんだろうけど、さあ登って
て、さらに上行こうか。あれはなんだろう、数値はね。2だね。2、5、7、2、5、そうだね。こっちか。左だね。当たりに行ったな。そうく。そういうことね。仕掛けが解けて開くと。ここほんと最後だったんだね、来るとしたらね。この門を何とかして開けてみてよ。待ってるから。なんだ一体。この門ね。こっちは後か。ほう。あったあったあった。意外とこの鎖が見えないね。いやー、よく見とかないといかんね。開いたね。ご苦労様。ありがとうさん。2だね。基本257をひたすら行くって感じか。爆破かー。ここで来る。おい、ブレイ。生き残ったやつが金をもらうんだ。悪いな。二人とも殺せ。どんどん嬉しすぎる状況になってくぜ。撃ち殺せ。さあ、軽くボス戦という。デザートにか、
いやあれはあかんて。この上に何らかのはしごの装置があるみたいだ。マジで？今のちょっと。ひどくないかい？反応しないのは無理だわ。やつがいたぞ。さあ、アサルトマスター。ああ、こんやろ、意外と強いじゃねえか。そうだね。はあ、なかなか特殊な仕掛けですな。ちょちょちょ。どこだ。めっちゃ撃つじゃん。その弾を俺にくれないかな。どこかに出られるといいが。あそこにいるぞ。はい。オッケーかな。7はあったね。 AK なんだよね。6か。こっちではない。罠に引っかかるんだろうね。やつがいたぞ。やばいやばい、弾が切れそうや。こっち行ってみよう。そう、何もないわね。また行き止まりかよ。ネイト、フランシス教だ。宝は見つからず、生き絶えた。偉業もここまでか。何も得られず、命を無駄に。ネイト、先を急ぎましょう。どこかに出口があるはずよ。伝説はここまでという感じか。あ、落ちたらいけそうやね。弾があるってことはだよ。そういうことだよね。どうやら上に何かの装置があるみたいだぞ。ねえ、はしごがある。私届くと思う。肩車してよ。
しご、おっと。よし、登んな。おい、お前意外と重いんだな。届くか。見たところ古い巻き上げ機のようね。ロープがある。あなたのところまで下ろすわ。あら、トンネルだわ。ここから出られるわよ。ということは耐える時間になるわけか。どうした？落ち着けエディ、俺だよ。一体何なんだこれは。てめえ見てねえのか。うやべえ、来るな、やめろ。囲まれた。おい、囲まれた。殺される。俺たちの終わりだ。やめろ。死ねえ、マディパタタ。エディ、こっちへ来い。なんだこいつら。マジかよ。ネイト、今だから言っておく。てめえだけモテるのが。俺はずっと綺麗だった。俺もだよ相棒。ぶっ放そうぜ。そっちの方で。君からそのロープを離すよ。急げ。がーマジで強いのか。諦め早いぞ。おい、エレナ。あ、そのまま行き耐えた。まだまだ早いって諦めるの。あとどれくらい？よし、耐えた。わかるんだけどさ。おお、なんとかって感じだね。かあ。
一瞬。あー、相手したらダメか。やばいぞやばいぞやばいぞ。あー、ギャハー。あ、しかも一発じゃない。あー、これ避けるしかないか。こっちよーって言ってる。俺のが先行ってるんだよ。なんなの、あの化け物。え、わからない。全然無事か。ネイト。大丈夫。これでもう来ないだろう。ネイト。なんだ。ここ何の部屋。さあな。行け。ジャングルに U ボートがあったわけだ。ネイト来てよ、これ見て。見つけたんだ。蔵を空っぽにしたのはこいつらだったんだ。でもこの修道院のマークは何。さあな、一体どういうことだ。今ここに像があるなら、マジかよ、俺たちの足元だ。これが使えれば下に行けるんじゃない。ここの大家さん電気代滞納してんじゃないか。役立たず。とりあえずこの発電室に行ければ電気をつけられるはずだな。ここから出る方法を見つけよう。おい、何してる、何してんだ。ここから出られる。賢い。まあね。よし、行こう。ごめん、私は行かないわ。なんだって。ネイト、私には無理よ。化け物が迫ってるのに置いていけるか。仕方ないじゃない。行って電気をつけてここへ戻ってきて。そしたら私も一緒に逃げられるから。行って。すぐに戻ってくる。さあ、チャプター18、革新と。ということで、今回ここまでにしましょう。結構キリがいいんでね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回はこの続きからやっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ほーん、じゃあ、またな。